どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。今回はですね、もう久しぶりの動画になってしまって申し訳ございません。最近多忙ででしたね。はい、すいません。今回はですね、もうですね、私もマスター2ぐらいの時に攻められた戦法なんですけれども、まあ先日メンテナンスとかがありまして、リプレイとかが全部消えてしまったんですね。ですけれども、私のクラミンがヒーヒー攻めで攻められたというですね、リプレイを貼っていらっしゃったので、そちらを紹介していきたいと思います。ヒーヒー攻めとは何か、早速見ていきましょう。はい、もうこちらですね、まあ、コニーさんという方のリプレイなんですけれども、まあもうダクエリをね、もうなんか死守するみたいな配置ですけれども、早速見ていきましょう。まずね、編成見ましょう。編成見てわかる通り、なんかもうヒーラー8体と、そしてアーチャークイーン、そしてサイドカット用のアーチャーが、88体、そしてライトニング一発、まあ、このライトニングが多分援軍処理用ですね。そしてレイジをヒーリングにかける、ヒーラーにかけることによって回復量がもう半端なくなるので、そういうレイジの使い方だとは思いますね。さあもう来ました、さあもう来ましたねという感じの、もうなんだこのなんかもうあれみたいな感じは、あれですよこれは。そしてサイドカット、おっとバッテリーが、サイドカット用のあれなんですけども、対空砲がね届かないんですよね。このアーチャークイーンの射程とヒーラーの射程というか、ヒーラーのその距離がもういい感じに対空砲とですね合わずに、もうヒーラーが死ぬことなく、いけちゃうんですね。そしてもうアーチャーでサイドカットをして、もうどんどん中に侵入していくという感じですよね。私もですね、これは今ゴールド1のリプレイとなっておりますけれども、私が本当マスターリーグ2の時に、なんでしょうね、アーチャークイーン、まあ、レベル25ぐらいに、まあ、ヒーラー、このようにヒーラー8体ぐらいずっと全部つけられてですね、普通にもう星に持ってかれましたからね。はい、もうそのなんつうんでしょうね、ヒーヒー攻め、これ最強なんじゃないかと言わんばかりの、さだってもう負けないですからね、まず負けないですからね。はい、もうこの回復、もうなんつうんでしょうね、回復量うんぬんの問題じゃないですから。さらに今見えました通り、バネのそのトラップに引っかからないんですよね、アーチャークイーンはヒーローなので。なので例えばそうですね、ペッカヒーとか、そういう、あペッカヒーじゃないな、例えば、まあ、ジャイヒーだったらもちろん飛びますけれども、まあそのなんでしょうね、まあ、ペッカヒーとかでしたら、対空砲を破壊するときに、もう、対空砲がそのヒーラーに、ヒーラーが対空砲に狙われてしまうので、まあもう、ペッカヒーとかよりも、もう、強さはもう、半端ないですね。はい、もう、やばいです。はい。そしてもう、ロイヤル。いやー、まだロイヤルクロークが残ってますからね。まあ、この配置というか、この、まあ、ベースと、まあ、その今、援軍が入っていなかったんですけれども、まあ私もですね、以前入っていたクランでヒーヒー攻めをやっている方がいらっしゃいまして、そのクランの方が、まあ、おっしゃっていたんですけれども、ヒーヒー攻めに関しては、怖いものはその援軍とヒーローって言ってましたね。このようにヒーローが怖いと、おっしゃっておりました。まあ要するにヒーローとかだと、まあなんつうんでしょうね、強いんですよね。まあ、ヒーローは。もう、多分、そして援軍はもうもちろんやばいですよね。この、あ、そして援軍が出てきました。そう、もうやばいですね。この HP の、あ、でもこれ追いついていないですね。回復量が。さあ、ここでウィザードがヒーラーを狙っています。ヒーラーを狙っていないか。いや、でもね、集中砲火を食らうと、やはりヒーラーでは、なんかこれ、際どくないですかって感じでしたね。はい、見てください。この、ダッシュ。攻撃が23万取れていると。そして 60% も、アーチャークイーン1体ですからね。まあアーチャーとかは除いて、アーチャークイーン1体でここまでもう壊滅できるパワーを持っているということで、ぜひ皆さん、まあですね、私も結構その Twitter とかのリプライで、そのヒーヒー攻めをするときにはアーチャークイーンレベルいくつぐらい必要ですかって言うんですけれども、まあこのアーチャークイーン15レベルでもこのぐらいの村は、まあ、このぐらいの破壊率ができるので、まあそこまで高くなくても、まあ15ぐらいあれば、まあタワーホール8の中盤ぐらいでしたら普通にもう破壊できちゃうってことですよね。ぜひ皆さんもヒーヒー攻め、やってみてください。ご視聴ありがとうございました。